シルバーゾーンの標識シルバーゾーンの標識シルバーゾーンとは日本の道路標識である。シルバーゾーンは交通弱者である高齢者、障害者等に対して交通ルールを守り、かついたわりの心を持って安全運転、安全通行、弱者優先した通行を促すための指導標識である。つまりシルバーゾーンは老人福祉施設など、 高齢者の方がよく利用される施設の州で高齢者自身が危険を感じていたり交通事故が発生する恐れのある地域であることを示す。設置場所は主に老人ホームや障害者福祉施設の半径おおむね500メートルの地域、参加の近くの道路、もしくはそれらの近所の繁華街に設置されている場合が多い。この標識が設置されている場所では お年寄りに出会う機会が多くなるため、注意が必要である。また、路面表示で、シルバーゾーンを表示することもある。韓国のシルバーゾーンの標識 AB、高齢者の交通安全対策として、シルバーゾーンの設置を綾瀬市議会議員、古市製オフィシャルブログ、f t 2 0 1 5 a y a s e j、um. j p 2020年6月29日閲覧。AB、 シルバーゾーン参考企画株式会社 w w w s a n k e k i k a k u c o m 2020年6月29日閲覧シルバーゾーンやスクールゾーンを意識しよう人と車の安全な移動をデザインするシンク出版株式会社2020年6月29日閲覧ありがとうございます